YouTube 劇場半沢直樹。いいか森山、大事なのは感謝と恩返しだ。やられたらやり返す人生倍返しだ。ダメ沢直樹です。第71回の紅白歌合戦2020年のやつが終わったんですけども、とてつもないこと起きたんですよ。なんと赤組が白組、赤組女性のチームですよね、ダブルスコアで白組に勝ったんですよ。たのが赤組が263万5200票ね、得点で、白組が138万3180票、260万対130万でダブルスコアついてるんです、ほとんど。だ、これ完全に鬼滅の刃のリサさんの効果なんですよ。すごかったんですよ、リサさんのパフォーマンスが。倍ですよ、ダブルスコア。倍返しだ。倍返ししちゃってるんですよ。確かにリサさんのやつすごかったんですよ。まず、拳の入り方がいつもよりすごかったんだよ。強くなれる理由を知った。僕を超えて進めの。いつもよりも拳の張り方すごかったから、お茶の間で見てるおじいちゃんおばあちゃんが、ああ、この人演歌の人やなと思って多分入れたのかもしれないんですけども、とにかくすごかったから、もう倍のスコアついたんですよ。で、鬼滅の刃なんですよ、あれ。やっぱりリサだから、鬼滅の刃の歌歌うじゃないですか。映像流れてきてたんですよ。そうしたら子供はみんなそっち投票するし、おばあちゃんも、おばあちゃんってね、文房具屋さんに行って子供のために、鬼滅の刃の鉛筆とか買いに行ってるんですよ。僕それ見たことあるんですけども。だから、あ、孫が言うんだったら、じゃあ、リサさんのいる赤組じゃなって言って、ダブルスコアになったんですよ。すごい。で、映像も、グレンゲって鬼滅の刃のオープニング流れた後に、無限列車編の映像流れるじゃないですか。あれが、はじめに、煉獄さんの声入ってるんですよ。胸を張って生きろ。心を燃やせ。それはあなたの心でさ。おいーまーい。なんかカリオストロ的なもの入ってたよー。ゼニガタのとっさん入ってたよねー。みたいな感じで。ちょっと感動的だったんですよ。煉獄さんの子供の頃の映像チラッと流れたりとかしたら、そらもう泣けるって。そら赤組勝ちますよ。そらずるいね。もう煉獄、まあね、映画見てない人ね、ちょっとネタバレになっちゃうからあれなんですけど、煉獄さんっていうキャラがいて、まあちょっと、なんていうんですかね。スポポビッチの手下になっちゃうんですよ。ね、ちょっとね、オブラートに包んで言うと、スポポビッチの手下になっちゃうんですけども、いや、それでもう確か、鬼滅の刃が恐ろしいと思った、本当に。こんなところにまで鬼滅効果出るかと。年末の最後の最後、紅白歌合戦の結末にまで鬼滅の刃影響を及ぼすのかと思って、僕びっくりしたんですけども。ちなみに、あれですね、最後ラストシーンで、紅白の、松田聖子さんの横に左右に、ベビーメタルの二人がこうやってやってるのが非常にいいショットでした。ベビーメタルの二人が、僕は見ててね、これ職場で僕見てたんですけども、嵐の一択だなと思ってピッピッて白に押しましたよ。面白いのが、投票が見てる時間に応じて票数変わるんですよ。僕ずっと見てたから、まあ、つけっぱなしにしてたから、D ボタンを押してピッて入れると 5票入るんです。最大5票入るんですけども、見てる時間に応じて。嵐じゃないですか。やっぱ嵐最後だし、ピッて。嵐すごかったんですよ。一人一人語りが入ってたんですよね、メッセージが。最後、松潤さんが、年が明けて、僕たちの嵐は一旦やみます。嵐が去った後に、虹のかかった美しい空が、どうか皆さんの前に広がりますように、明けない夜はないと信じて。って言ってまた歌に入るって、これめっちゃ感動するじゃないですか。だけど、完全に鬼滅の刃にやられました。そんな感じの紅白歌合戦。とにかくまあ、リサのパフォーマンス、ね、リサさんのパフォーマンスすごかったんで、いやー、これは煉獄さん、あの男ですよ。あの煉獄さんという男がまた鬼滅の刃で持ってきましたね。300億の男、煉獄教授郎。紅白歌合戦の結果をも揺るがすという事件でした。そんな感じで、この借りは必ず返します。大事なのは、感謝と恩返しだ。いや、いいねとチャンネル登録だ。ダメ沢直樹でした。悲しいけどこれ YouTube なのよね。